天国中継から現世を見守る個人たちを妄想するスレ。に対する読者の反応集。ニコニコで見てそうなベルメールさん、ヒルルク、やたら人数多いお腹組、ずっと泣いてるコラさん。動画なぎなぎ再現した時、コラさん目玉ポーンしてそうだな。初コラさん呼びの時の顔してそう。フレバンスの方々もいるから、中継所ギッチギチになってない?大丈夫?ベルメールさんは波がルフィに会うまではずっと悔やんでそうでかわいそう。貝塚きながら泣く波を見ては生き返らせて唱えてそう。考えただけで胸が苦しくなったわ。あの瞬間嘘ついて狡猾にでも自分が生きてさえいればどうにかなったかもしれないと考えたりすると、親が子供の前で死ぬってほんと罪だよな。ルフィに出会うまで何も辛いけどそれ見てるベルメールさんもずっと辛かっただろうな。え、お兄様じゃんけんでも喧嘩するの、あの三人の中で一番の年上なのに。大丈夫?様々な子を思う泣き親御様たちからロジャーボコボコにされたりしてない?とりあえずエースの親父、両思い、からは、ロジャー盛大に一発ぶちかまされてしばらくしたら酒組み交わしてそう。地獄にいるからセーフ、なおたまに抜け出して天国の中継見に来る模様。あの世でも一番自由なやつでくさ。白ひげ、エース、オーズジュニア、他はの国編のマルコ大活躍ににっこり。地獄中継でゲラゲラ笑ってる悪党も見たいね。自分の能力を使って蛮行をしているマムを見たマザーカルメルと、羊の家のこの心境はいかに。フレバンスとお腹学者は体育館並みのスペースいる。サボ生きてたんだってなるエース。ドレスローザ中継を見るエース百面相してそう。メラメラが手に入ったらエースが仲間になったみたいで嬉しいぜ。って黒ひげに言われるところ多分真顔。キュロスのこと忘れたまま死んだスカーレットさん大丈夫?思い出せてる?天国行った途端思い出したら地獄だよね。その後の父娘のすれ違いを見るのも含めて。ソラさん現在進行形でサンジが心なくさないかどぎまぎしてない?大丈夫?ホールケーキアイランド盛大なソラさん曇らせ。白ひげとエースとロジャーがまるで競馬見てるかのように。させーさせー。って観戦してたらおもろい。ローガロビンに D とアーテルの名前言った時、お腹組のボルテージ上がりそう。D を隠し何?意味なアーテルとは?俺たちも知りてえよ。急ぎフレバンス部屋に突撃してパパファルガー捕まえてそう。ゆかりある死者たちが集ってるなら、闇に葬られた歴史全部わかりそうだな。多分トラファルガー家のすぐ近くに、元天竜人一家もいるからついでに捕まえとくとよいぞ。扉開けたら、名銀銀の学者大勢いるの怖すぎ。ママファルガーの家系の可能性もあるけどどうなんだろう。過去の真実を知りたい考古学者の皆さんに詰め寄られるのか、どれだけ D やらワーテルやらについて知ってるのか不明だけど、詳しくてもそうじゃなくても勢いに押されてまともに話できなさそう。落ち着いたらちゃんと話してくれるだろうけど。全然教えてくれない海賊王、ゴールディ・ロジャー。鬼ヶ島戦でルフィがレッドロック出した時と、ローがサイレント出した時に似たような反応するエースとコラソン。えへへ、あ、オタクもですか?そうなんですよ、えへへへ。おはら、D の方こちらに集合お願いします。ロジャーはすげえヘラヘラかわしそう。ドレスローザ編を見て改めてコラソンに謝罪するドフラミンゴ父。ドレスローザ編どうすんだよコラさん、自由に生きてっかなー頭には思い出してくれてっかなーと軽い気持ちで干渉したら、全身にハートの入れ墨してるし、椅子座らされてるし、腕もげてるし、兄上は何か動揺してるしで。そういえば乙姫王妃はミョスガルドのことをどう思うんだろうか。いい意味で人間だと思ってそう。自分が助けた人が巡り巡って娘を助けてくれたんだから、嬉しいんじゃないかな。それと、白星が自分との約束を守ってるのを見て涙ぐんでそうだなと思った。ストーカー被害に遭ってるのは本当にハラハラしてそう。天国中継が、天竜人中継からに見えた。ちょっと昼寝してくるわ。アーロンパーク編とかタイガーの兄貴まともに直視できるんですかね。巨人島編もやばいのでは?沈んでるお頭の近くで慰める乙姫王妃。スリラーバーク編でアブサロムをしばきに下界を利用とする、ベルメールさんとオルビアさん。無事そっち行ったね。オノレスパンダインの息子。白ひげの、ワンピースは実在する、で大爆笑してそうだなロジャー。頂上戦争で散った息子たちから、ウィーブルのこと問い詰められる親父。ロジャーオデン白ひげ筆頭に、一同あの国大決戦ノリノリで実況してそう。そしてついにルフィがカイドウ倒して大宴会に突入しそう。シュシュの飼い主さんがボロボロに泣いてるのはわかる。オールブルー見つけた時は、オービット号のコックたちもめちゃくちゃ喜ぶんだろうな。ママ友会みんな個人じゃん。ツヤツヤの140代の私をのけ者にするとはいい度胸してるじゃないか。
あんたはいつ個人になるんだよ。若さの秘訣教えてくれよ。息子が早死にして涙ながらに説教するエース母。過酷な環境に残したのを悔い忘れど、説教はしなさそう。察知がそれしそう。エースがあの世に来た時軽く叩いて放っておいたら殺された俺が浮かばれないとか考えなくてよかったんだ。って涙ながらに叱りながら抱きしめそう。中継に天竜人出てきた時暴動起きそう。サボとルフィの再会見たらエースボロ泣きせざるを得ないじゃん。あと頂上戦争後の雲って荒れ狂うルフィをエースに見せたいんだえ。お兄様頑張れーって最前列で応援してる幼女、こ、か。おでんさんとりあえず一言、時さんも学者の人からめっちゃ質問されそう。おでんさん勘十郎見てどう反応するのかな。不死鳥姿で思い出し涙流してる丸子見て、しんみりする一同。リモコンの B ボタンで下界の身内の運気を上げるシステム。シンドリーちゃんはきっと自分の肉体が解放されて、マルガリータに影が戻った時泣いただろうな。巻き込んでごめんね。って枕元に立ちそう。これキング以外死んだ、推定、ルナーリア族にも、お腹の学者が詰め寄るのでは？死んでからの方が百波してそうなお腹の考古学者。阻むものはみんな現世だし、知りたいことなんでも知れるからまさに天国だろうな。とりあえずシスターとトラファルガー家とコラソンは仲良くなるのが見えるぞ。押し売り、宗教勧誘、お腹の学者を断り、のステッカー貼らなくちゃ。トムさんのとこにもステッカー譲ってあげて、多分行くぞあの人ら。少し遡れるなら、インペルダウン時に俺の親父は白ひげ一人だ、言われたロジャーの反応みたい。白ひげ、エース母、当たり前だろ。なんならあの世で直接言ってくれると思うぞ。おかきじじい見て、まだまだ元気だなあのじじい。って感心する白ひげとロジャーは見たい。バレルズどんな顔してるんだこれ。地獄にいるんじゃないかな、多分見れてない。ベルメールさん、このか弱く美しい人からあのアホの子が。ソラさん、ニコ、ベルメールさん、あ、似てるわ。おでん様、カイドウ、強くなったな。ヤマト、僕がいよいよ光月おでんになる日が来たんだ。おでん？カイドウの娘が我が息子の親面しとる。サニーが出来上がった時、トムさん、ドーンといい船を作ったな。って笑ってそう。その後パンツ争いで爆笑する。ドンキホーテ家の両親はすごく後悔しながら見てそうだ。ニョスガルドでちょっと救われるけどこうすればよかったと思ってるかも。ダダンがガープ張り倒すとこ、エースに見せたい。仲間なんざ生きてるから失うんだ。コクルー、モリア様。空島から麦わらの一味へのお腹の皆さんからの好感度すごかっただろうけど、エニエスロビー編で限界突破してるんだろうな。お腹のみんな、うちは持って応援してそうな勢い。特にローやロビンあたりのキャラの人生を天国から見ているとき、キャラリーの喜怒哀楽すごそう。ロジャーとおでんがルフィに対して、面白いやつ、いつかこっちに来たら酒飲んでみてえなぁ、とか言ってたら胸アツ。エース、和の国で、そいつと酒でも飲んでみてえ、って言ってたのが自分のジップと知っていやそう。仲をしてほしい。ルフィが黄金の鐘鳴らしたとき、カルガラたちボロボロに泣いてそう。400年ぶりに聞くわけだからな。ワイパー、聞こえているか？モンブランノーランド。ノーランド。ステラはやっぱ泣いてるのかな。ステラは結果闇落ちしちゃったけど、まっとうに救おうとしてくれたのは事実だから、一緒に罪を背負うために地獄でテゾーロを待ってるよ。応援上映、イン、ヘブン。ルフィがブルック最初に勧誘した時、ルンバー海賊団。行けー。そのまま連れ出してくれー。頼む頼むよ。ってなってそうだし、ルフィたちがラブーンに会ったことあることもまだラブーンが待っててくれることも知ったらボロ泣きしただろうし、モリアぶっ飛ばして入団決定した瞬間叫び出したと思う。そしてそのまま演奏会&宴に突入。泣かすなよ。50年一人で船をさまよってるブルックを見てたんだもんな。入団決定した時はガチ泣き&狂気だろうな。本編の宴シーンの裏で、天国でも他の死者も巻き込んでビンクスの酒歌ってるんだろうな。あーいいねー。嬉しい涙を流しながらみんなで歌うビンクスの酒。今度は誰も置いていかなくていいし、悲しい別れじゃなくて嬉しい旅立ちの歌になってるのもいい。ガチでリメンバーミーのワンシーンで泣ける。多分お電話、安家が来た時に土下座か殴ってくれとか言う。全然語られてないクイナだけど、ローグタウンでのゾロ VS タシギニで、ゾロと戦ってる自分に似たタシギニ嫉妬。タシギが自分に似てるから切れないっていうゾロには切れる。その後ゾロを捕まえようとするタシギが出たらどっちも応援してそう。
ためらいの橋でロビンを引きずり渡ろうとするスパンダインの息子に、ブチギレ阿鼻叫喚なお原学者の皆様、狙撃キングの狙撃で大盛り上がり狂気乱舞、その後ろで、私も鼻が高いよ、するバンキーな。紛争がすべてクロコダイルの計画だったことに絶望するアラバスタ国民だけど、ビビが戻ってきたことと、麦わらの一味がクロコダイルたちをぶっ飛ばしたことと、そして雨を見て泣いてそう。ロビンがようやく行きたい。って言えた時のウルビアさんと学者ズもギャン泣きしてそうだ。やたら死者の国から蹴飛ばされる麦わらの一味。本編ゾロが死神に連れてかれそうだから急いで施錠しろ。ヤマト。僕は光月おでん、君を守る。おでん？誰？ねえ誰なの？怖いよ。安江さん処刑、赤鞘の無事、勘十郎の裏切り、なぜか勝手に自分を名乗るカイドウの息子、娘、大人になってカイドウに立ち向かう桃之助、ルフィ、カイドウに勝利、ワノ国編ではおでんさんの感情ジェットコースター張りにかき乱されてそう。ドレイク父にめちゃくちゃ詰め寄る海軍殉職者。息子は今でも危険は立ち位置で仕事してるってのにな。ルフィがヤマトやマルコと協力してカイドウと戦ってるのも、ルフィの成長も嬉しいけど、サボがどうなったか気になりすぎて感情が迷子になってるエース。来たら追い返してやる。ってあの世の入り口で仁王立ちしてるエース。なお中継は普及された端末で見てる。家族を助けたいっていう三次に世界一いい子。って大泣きして、それがお前だろっていうルフィに世界一いい船長。ってさらに爆泣きするソラさん。もう死んでるはずなのに。ホールケーキアイランド編はおかわりしそうなくらい辛労やばそう。夫が息子を生贄にする。しかも息子の大切な人を人質にして、ビッグマム相手に全員皆殺しにされかける。これは地獄。ルフィが天竜人殴り飛ばすあたりで大きなどよめきが起こるのと同時に何人かの目つきが変わりそう。フィッシャータイガーにこの瞬間を見てほしいな。革命軍のコアラと、映画だけど魚人が差別なく暮らせる場所を作ったテゾーロも、人間を好きになれないままでもいいから、それでも自分が撒いた種や乙姫のような人の意志は実を結んでるんだって実感してほしい。目つき変わってるのは、コラさん、おでん、ロジャーかな？それを見てた考古学者ズもだな。自分のエタインブルックの影見て、なんだこや、ってなってるユーマ、終水を渡したこと自体はめちゃくちゃ云々認めてそう。ロジャー、あのオカマ野郎、今バギーおでんって言いやがったな。おい俺を現世に蘇らせろ、革命軍潰してくる。こう、大まかな視点で見れるテレビが何個もあって、それを見てる人らが同じところに集まってる感じだよね。なお、麦わらの一味のカメラの同説人数。多分ライブ会場みたいなでっけえスクリーンで見てるよ。乙姫様、ニョスガルド星が人間になってるの見て、私は間違ってなかったと泣いてそう。何気にタイのお頭や乙姫様に、デイビーバックファイト。というか親瓶を見てほしい。やり口に眉しかめても仲間との中には目を見張ってそう。ルフィ街道戦を見てるエース、ルフィが負けるたびにもう生きた心地しなくて何度かぶっ倒れてそう。で勝った時は一番騒いでそう。親父やサッチラクルーにしつこいぐらい自慢してそうで微笑ましい。親父も自分に啖呵切ってたクソガキが、D の名を背負うにふさわしい大海賊になってて、大笑いしながら酒飲みまくってそうだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。